はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日の、サブチャンネル上げていきたいと思うんですけど、少年革命家、まあ、ユタボン君ね、俺の話を聞けね。なんか最近あの少年革命家ユタボン君すごく、アクティブにね活動してるよね。なんと彼女ができたね、おめでとうございますね。まあ今回はそれに対して別にこう物申すわけではなくて、で少年革命家ユタボン君が、まあ、ホリエモン万博で、まあ、あのミノワさんと、まあ、討論するということみたいなんですよね。だ最近なんかね、まあ、その意識高い系界隈とかを SNS で見てるとやたらと、小学生だったりとか、まあ、中学生とかと絡みたがる傾向にあるんだよね。でまあついこの間だけれども、池田隼人、大先生がですね、まあその中学生の、まあ、キメラゴン君っていうことを、絡んで、まあ、いました。まあそのキメラゴン君っていうのは、まあ、中学生なんだけれども、あのめちゃめちゃなんかそのねインターネットで、まあ、ビジネスをやるっていうのにまあそのハマってる子、すごくねそのために動いてる子みたいで、まあ中学生ながらもめちゃめちゃ、まあ、ノートとかを使って、まあ、お金を稼いでるみたいなんだよね。でまあその意識高い系が、まあ、その子供を使ってそのブランディングすることっていうのは僕はね非常に、よくないと思います。で、まあ、まずねこうなんでなのかっていうとね、まあその意識高い系界隈の、まあ、そのビジネスっていうのはもちろんその実業を持っている人もいるよ。まあ箕輪さんみたいにその編集者をやってたりとかする人とかもいるんだけれども、まあそのどちらかというとそのインターネットで、シンパを作って、そのシンパにまあオンラインサロンであったりとかそういう商材であったりとかああいうのをまあその売りつけるというか、まあ、買わせると、まあそういうまあ手法っていうのを取っている人とかもまあ実際多かったりとか、まあ、するわけですよ。で、まあ、別になんかそのビジネスにおいてじゃあその人たちからじゃあ学んでじゃあ何か、ね、自分のためにこう役立つかって言ったらそうでもないと僕は思っているわけだよね。で、まあ、ユタボン君とか、まあ、キメラゴン君とかまだまだ若いわけですよね。別にそのインターネットで稼いだりとか意識高い系の人とかと、まあ、つるんだりとかするのってまあ別にそれは本人の自由だから何もねそこの点においては絡むなとは僕は言わないけれども、ただなんでねユタボン君とかキメラゴン君とかが、まあ、大人にこうやって今ね、まあ、意識高い系界隈の大人たちにまあチヤホヤされるかっていうと、それは彼らに何らかしらのメリットがあるから、彼らにとって何らかしらの思惑があるからっていうことを非常に、分かってほしいんだよね。で正直まあキメラゴン君とかでユタボン君とかがじゃあそういう界隈とかとじゃあ何か、まあ、コラボレーションをした ところでじゃあそれがこう彼らの将来的なブランディングに、まあ、役立つかって言ったらまあそうではないよねっていう話だったりするわけですよ。でやっぱりね、まあその箕輪さんとかもね、まあ、今回ユタボン君とまあ討論する箕輪さんとかも、まあ、そのやっぱり編集者として、まあ、その凄腕っちゃ凄腕だよね。だって、ね、ベストセラーの作品とかをいっぱい手掛けてるわけで、だから実績もありつつでなおかつ意識高い系界隈っていうそういうポジショニングがあるから結局ね今のポジションにいたりとかするわけですよ。でユタボン君とかキメラゴン君とかがじゃあ今頑張ってこうせこせことでインターネットとかでお金稼ぎをしたってじゃあそこまでいけるかってなったらそうでもないと。でやっぱり意識高い系のまあ結局ねまあ界隈というのはまあそのいずれねまあ焼き畑チックになると思うし、であとはやっぱりねまあその移りって流行って流行ってくる流行って流行りしたりがあると思うから、まあ それこそ、まあ、5年後とかにはいなくなってる人とかももしかしたらいるかもしれない。だからそうなった時にやっぱり一番大事なのっていうのは、まあ、ネットでこうせこせこねやることも大事なんだけれども、しっかりと実業っていうのを作っておくこと、まあ、実業っていうのはね、まあ、軸に、軸じゃないや
実って書いて、まあ、なりわいですよ。それも必要だよねっていう話だったりとか、まあ、するわけですよ。でやっぱりそうやってる人たちっていうのはもちろんその会社からね、まあ、お金をいただいたりとかしてるわけで、でまあそういうなんだろうな、ある意味予防線というか、まあ、セーフティーネットに近い部分があるから、こうやって臆せずインターネットとかでも発信できるし、インターネットとかでも何かしらのビジネスができたりとか、まあ、するわけですよ。でまあそのぶっちゃけた話ね、まあ、ユタボン君とかキムラゴン君とかまだまだ若いわけじゃないですか、ね、もちろんその今の段階でね、まあ、そういう、まあ、意識高い系界隈とかから、まあ、チヤホヤされると。でそれに関してはね、まあ、チヤホヤされたかったからされたらいいと思う。でもそれって将来に対してプラスになることかって言ったら僕はそうではないと思うんだよね。だってそれは意識高い系界隈にいる人たちって、まあそれはいい大学を出てて、でまあそのいい会社で働いていて、でまあそのキャリアをしっかりと積み上げていった結果、その今意識高い系っていう界隈のね自身のポジションにいるわけで、で結局ね、宿題なんかせんでええねんみたいな、なんかそんなノリとかで、じゃあこのままじゃあ進んでいって、じゃあそういう、まあ、キャリアを積まない状態でじゃあ大人になりました、でじゃあ僕が言ってることを聞いてくださいって言ったって、まあ、聞いてくれる人なんかいないわけですよね。やっぱりその意識高い系の界隈がなんであの界隈にいて、で自身のポジショニングを築けているかっていうと、やっぱり今までこう積み上げてきたこうキャリアっていうものに説得力を感じる人がいるからなんだよね。でもこのままね、まあ、キメラゴン君とかユタボン君とかがね、勉強をおろそかにしたりとかね、した結果じゃあどうなるかっていうと、キャリアを積めないわけですよ。人を説得して人を納得させるだけのブランドを築けないっていうことは、結局大人になった時にじゃあおまんまご飯が食べれなくなっちゃうんだよねっていうことにつながっていくわけよ。もちろんやっぱりね、今ねインターネット上でチヤホヤされたりとかで、それこそ周りの大人からこうチヤホヤされたりとかして、多少はねお金を稼げたりとかすると思うんですよ。でもインターネットの世界ってもう熱しやすくて冷めやすい。だからまあ一旦その流行画界はタピオカみたいなもんですよ。で、タピオカブームだって、で流行る時はさ、まあ、いっぱいお金をタピオカ店って稼げてると思うんだよね。でもやっぱああいうのとかもたくさんの人が満足してもうタピオカいいやってこうなったら、タピオカ屋さんって儲からなくなるんですよ。それと同じなんだよ。だからユタボン君とかでキメラボン君とかだってこのままいけばその飽きられることだって十分あり得るわけね。だってなんでユタボン君とかキメラボン君とかがすごいとか、ああやってこうチヤホヤされてるのかって言ったら、それはまだまだそのね小学生とか中学生だからなんですよ。小学生中学生でなんかそのねすげえことやってる、なんか面白そうなことをやってるっていうことで周りが持ち上げてくれるわけよ。でだん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 ね、まあその成長したら、じゃあ周りの人たちが相手にしてくれるかって言ったら、そこの部分で俺相手にしてくれないと思う。だから分かりやすく説明をするとさ、じゃあ子役としてすごかった人がさ、じゃあ大人になってね、大俳優大女優になれるかって話なわけですよ。もちろんその子役として有名だった子が大人にこうなった時にドラマにも出なくなった、テレビにも出なくなったってことはあるでしょ。まあ、もちろんその学業のためにこう芸能活動を抑えてるっていう人もいるかもしれないけど、でもね、学業、まあ、そういう人じゃなくても結局大人になってからね、テレビとかで見なくなった人とかだっていたりとかするわけよ。でそういうところっていうのをやっぱり意識していかなきゃいけないんだよね。だからもちろんその不登校っていうブランディングをね自分につけたりとかで、ネットでお金を稼ごう頑張ってっていう、そういう気持ちっていうのは、志っていうのは別に俺は悪くないと思うんで、悪くないんだけれどもね、きちんと自分の人生は自分の人生しか送れないわけだし、まあ、好きなことをやるんだっていう気持ちは大事だと思うんだけれども、でもやっぱり人生って長いですから、長い目でこう見た時に、じゃあ今の自分が本当にプラスなのかっていう、
ネットのねおもちゃだけで終わらないのかっていうところはちゃんと俺はね周りの大人の人たちがしっかりねアドバイスしてあげなきゃいけないし、やっぱり言ってあげなきゃいけないと思うんだよね。だからユタゴン君に関してもキメラゴン君に関してもこれ本当にね周りの大人がああやってまあチヤホヤこうなんか持ち上げてるのを見てるとちょっとまあ気持ち悪いなっていう風に思ったりとかするんですよね。まあそんな感じのお話でございました。もし、この動画がいいと思う方、高評価チャンネル登録をお願いします。以上、水木庵でした。じゃあね。